第5章、一回述語論理についてお話しします。一回述語論理というのは、英語では First Order Predicate Logic という名前がついています。命題論理を拡張した体系であるという説明ですけれども、以前お話ししましたように、論理には様々な異なる体系が存在します。これは、論理というものに対する世間一般のイメージからすると、少し違和感のある言い方かもしれないんですけれども、世間一般のイメージでは、論理というのは規範的なもので、絶対的に正しい論理というものがあって、我々はそれに従わなければならないとか、もしくは、その絶対的な論理というものが、我々にどのように振る舞うべきかを教えてくれるといったような考え方があるかもしれませんが、少なくともその現代的な論理の中では、様々な論理体系というものがそれぞれに存在していて、どれが絶対的に正しいということよりも、それらの比較の中から様々な知見を得られるというような点が重視されているように思います。それは決してその、必ずしもその相対主義といって、絶対的な真理などないのだというような立場ではないのですけれども、例えば前回まで紹介しました命題論理ですけれども、これはこの5章で説明するように、記述力といったものは若干低めになっていますが、その代わり決定可能という非常に優れた性質があって、推論の妥当性なども有限のステップで計算できますし、デジタル回路などの工学的な応用というものもそれに従って生じるわけです。それに対して、今回からお話しします一回述語論理ですけれども、こちら、記述力は命題論理に比べてかなり高いものになります。これが最高というわけではないのですけれども、論理体系の中にはさらに強力なものというのがいろいろあります。その全体の中で言えば、中ぐらいといったところなんですけれども、数学の証明の大部分をカバーすることができますし、自然言語の意味に関しても、ある程度重要な部分をカバーすることができて、言語哲学などの伝統では長らく基礎とされてきた理論です。しかしながらその程度の、その自然言語の意味全体をカバーするには至らないような、中ぐらいの記述力の時点で、すでに決定不能となると、というような事情もあります。しかしながら、命題論理から一回述語論理に至る、その記述力の壁を越えていくというプロセスには、論理というものを語る上で、非常に欠かせない要素がいくつか含まれています。それについて、今回は、まず一回命題論理では何が捉えられなかったのかというあたりからお話ししていきたいと思います。命題記号というのは、命題論理ではこのような原子命題を表す記号として用いられているわけなんですけれども、原子命題というのはそれ以上分解できない命題とされていて、しかしながらこの下線部で示されるような、それなりに大きな意味内容を担っているユニットである。にもかかわらず、命題論理のシンタクスでは、それ以上分解できないというような事情があったわけです。第2章で証明についての議論をしたわけなんですけれども、その中に以下に示すような三段論法、シロジズムと言われるものが含まれています。シロジズムというのは、大前提と呼ばれる一般化のような知識がありまして、例えば奇数の事情は奇数であると。それに対して、小前提と言われる個別の事象に関する事実があって、一は奇数であると。そうすると、大前提と小前提を組み合わせることによって、我々は一の事情は奇数であるというような帰結を引き出すことができると。そういったものなわけです。三段論法に関する我々の直感というのは、大前提と小前提が共に真、つまり正しい内容であるのであれば、帰結も必ず真であると。いった意味で、この大前提、小前提から帰結への推論というのは、妥当な推論であるというように思われるわけです。ところが、一回命題論理でこの推論を記述しようとすると、これらの原子命題というのは、それぞれ別個の命題記号で表さざるを得ないわけです。したがって、命題論理の範囲では、このような原子命題と、このような原子命題から、このような原子命題が導かれる、このような論理式が真であると。という記述とせざるを得ないわけです。しかしながら、我々のその三段論法というものに対する直感というのは、この特定の論理式、この式からだけでは得られないような知識も含まれているわけです。特にこの小前提ですけれども、たまたま無限に存在する奇数の中からたまたま1というものを取り上げただけになっているわけですけれども、全く同じような推論というのが、
別の奇数である3や5についても成立するわけです。例えば大前提は同じにしておいて、小前提の1のところを3に変えたものというものから、当然大前提、小前提組み合わせれば、何しろ奇数の事情は奇数なのですから、3だって奇数ですから、3の事情も奇数であるということが安全に言えるわけです。奇数として5を選んだ場合も、奇数の事情は奇数で、5は奇数なのですから、5の事情は奇数であるというように言えるはずです。そして、これらの奇数3や5に関して成り立っているように思われる推論を、命題論理で記述しようとすると、このように、小前提に相当する原子命題と、帰結にあたる原子命題を取り替えたもの。このように、小前提と帰結を取り替えたもの。これが真であると。とせざるを得ないことになるんですけれども、この方法には限界があって、この三段論法に関して、ここで言うような意味で正しそうな推論というのは、奇数の数だけあるわけです。もっと言えば、小前提に現れる数というのは偶数でも構わないわけです。偶数の場合は、先ほどの三段論法こうなりますけれども、2が偶数。で、この帰結は間違った帰結であるわけなんですが、これ推論全体としては正しいですよね。つまり、大前提は正しいですけれども、小前提がそもそも2は奇数ではないので、間違っているわけです。したがってその妥当な推論というのは、前提部が全て正しい場合に、帰結部が正しくないということはないという定義ですから、小前提が間違っている以上、この推論もやはり妥当な推論ということになります。したがって先ほどの三段論法の数の部分に、どの自然数を代入したものも、推論としては妥当になるということがわかります。この知識を我々が記述するためには、ここに書いたように、そのすべての自然数について、先ほどの形式の論理式を用意して、それを連元でつないだものを作らなければならないわけです。ところが、自然数というのは加算無限個存在しますから、すべての自然数について、このような論理式で記述して、それを連元で接続したものというのは、無限の長さを持つことになってしまいます。命題論理の統合論のところで、論理式というのは、統合論の規則を有限界適用したものであるという議論をしたのを覚えているでしょうか。したがって、このように無限の長さを持つ論理式というのは、命題論理の論理式ではないわけです。したがって、命題論理では、今のような三段論法が、すべての自然数について成り立つという推論についての我々の知識を記述することができないという結論になります。さて、今のは何が問題だったのかということを考えてみます。命題論理では、このような原子命題を別々の命題記号とせざるを得ないわけです。ところが、この2つの原子命題というのは全く独立なわけではなくて、この奇数であるという部分は、シェアしているわけなんですよね。唯一の違いは、いわゆるこの主語の部分に1が現れているか、3が現れているか、その違いであるわけです。このような原子命題同士の共通点と差異をもう少し高い解像度で捉えていくと、先ほどのような問題は回避できそうです。そのために、一回述語論理では、命題記号の構造というものをもう一段階分解するということを考えます。この1や3に相当する部分を、名前と呼ぶことにして、英語では name ですけれども、このは奇数であるといった部分を述語と呼ぶことにします。述語は英語では predicate と言います。なんとか奇数であるというような述語というのは、ある与えられた数についての性質を述べていると考えられるわけです。命題記号をこのように名前と述語の組み合わせで表すことにして、記号化する際には述語を先に書きまして、その後に括弧して、その中にその述語が何についての述語であるかということを書きます。形式的な定義というのは後ほど行いますけれども、奇数1といったものが一回述語論理では命題記号に代わる新たな基本単位として導入されます。なんとかは自然数であるといった性質もありますけれども、それに関しても自然数に関する述語ですから、同様に考えることができて、論理式としては自然数括弧1とすることによって、1は自然数であるということを述べている命題になります。次に、演算子というものについてお話をします。例えば、
何とかの事情であるとか、何とかかける何とかといった表現が数学の証明の中にしばしば現れるわけなんですけれども、そのような表現のことを演算子、オペレーターというふうに言います。これはですね、各演算子ごとに受け取るものの数が決まっていて、例えば何とかの事情というときにはその何とかが一つで、一つのものを受け取ってそれの事情を表すわけです。掛け算の場合はこの前と後ろに二つものを受け取ってそれをかけた結果を返すわけなんです。このように演算子というのはそれぞれ固有の受け取るものの数があります。そして N 個の項を受け取る演算子のことを N 個演算子と言います。英語で N place operator というふうに言うことになっています。したがって先ほどの例で言うと、何とかの事情というのは1個演算子、掛け算は2個演算子ということになります。変更と量化についてお話をします。この2つは一回述語論理において最も特徴的な概念と言えると思います。数学では未知の量を XYZ のような変数で表すということを一般的に行います。一回述語論理でもこの変数に相当するものを導入するわけなんですけれども、これは必ずしも数とは限らないので、一般的に変更と言います。バリアブルと英語では言います。そのことによって、先ほどの述語の主語の位置に来る名前ですけれども、その名前の代わりに変更を用いた論理式というのを用いることができるようになって、そうすると、すべての X について Φ であるといったような形の論理式を作ることができるようになります。これは2章の数学の証明と3章の命題論理の統合論の関係を述べていた際に、証明の中には非常に頻繁に現れるけれども、命題論理では扱うことができないものとして先送りしていた形式です。この形式が加わることは非常に重要で、例えば2章の証明に現れていた命題も先ほどの三段論法の中に登場していたわけなんですけれども、奇数の事情は奇数であるといったような論理式というのは、もう少し書き下せば、すべての X について、その X が奇数ならば、X の事情は奇数であるといったように書き下すことができるかと思います。これは、奇数という述語、それから X という変更、それから二項演算子の掛け算というものを用いれば、すべての X について、奇数 X ならば、奇数 x×x というように書くことができるようになります。このすべての x について φx であるというような表現を量化、quantification と言います。一回述語論理ではこのすべての x についてというような量化表現も記号で表します。後ほど正式に定義しますけれども、このようにローマ字の大文字の a をひっくり返した記号というものを用いて、このすべての X についてという部分を表します。この量化を全称量化、Universal Quantification と言います。この全称量化の記号を用いるならば、先ほどのすべての X について、X が奇数ならば、X の事情も奇数であるというのは、このように記号化することができます。ここのところに全称量化が現れているということになります。量化については、もう一つ重要な表現がありまして、それは、φx であるような x が少なくとも一つは存在するというようなものです。これはもう一つ別の記号で表します。このローマ字の e を左右反転させたような記号を書きます。これを存在量化、英語では existential quantification と言います。例えば、自然数には奇数は少なくとも一つは存在するというような命題を表す論理式というのは、この存在量化を用いて、ある X が存在しますと。どのような X かというと、自然数 X であり、数奇数 X であると。というような形で表すことができるわけです。5.2 節、一回述語論理の統合論についてお話しします。前節でお話しした一回命題論理には存在しない一回述語論理の新キャラクターたちですね。名前と述語であり、変更であり、全称量化であり、存在量化である。そのような概念をすべて含む論理体系としての一回述語論理というものをこれから形式的に定義します。ここから一回述語論理の推論に至るまでの方法論というのは、命題論理の時に我々が取った方法論とほぼ平行的になります。つまり、記号というものをまず定義して、でそれによって一回述語論理の統合論というものが定義され、それによって一回述語論理の
論理式の集合といったものが定義され、そこから真偽値を表す集合 DTA の写像というものを再び考えて、それが論理式の解釈というものを与えて、その解釈経由で妥当な推論というものが定義されるというストーリーです。さて、その一回述語論理に用いられる記号を定義したいと思います。まず命題論理の時とは異なって、命題記号というのがもう存在しないということには注意する必要があります。命題記号の代わりに名前変更 N 項演算子 N 項述語という4つのものが存在することに注意をします。それぞれにどのような記号を使うかというのは、まあ、多少バリエーションがあるんですけれども、この本の中では名前に関しては、まあ、ABC というシリーズを使っていき、変更に関しては数学のコンベンションに従って X から始まる小文字を用いて、 N 項の演算子に関しては関数を表す記号として一般的な F から始まる小文字を使って、そして N 項述語を表す際には大文字を使うというような取り決めにしています。その後に続く0項、1項、2項の心理関数に関しては、命題論理に登場していたものがそのまま登場します。これらは意味論に関しても命題論理の時と同じように定義されるようにしています。したがってこの部分に関しては覚えることは少なくて済みます。そして最後に新しく登場した両歌詞というものに注意をします。そしてこれらのみを用いて一回述語論理の論理式というのは書き表されるということになるわけです。解説 5.4 についてお話しします。 N 項述語の記号として FGH というアルファベットの大文字を用いるというお話をしたんですけれども、実際の証明においては実際の述語名が用いられているわけです。まあ、例えば何とかは何とかより大きいとか、何とかと何とかは等しいとか、そういうものがあって、それらは何項述語であるかということも、まあ、暗黙に分かるようになっていて、例えば今挙げたものは2項述語ですし、何とかは何とかで割るといくつ余るといったような述語というのは3項述語であるということも、まあ、暗黙に分かるわけです。しかしながらここで N 項述語を記号で表すというのは、それらの何とかは何とかより大きいといった述語の中身に踏み込むのではなくて、それがどのような述語であっても、まあ、成り立つような推論の性質であるとか、そのような議論をしていくわけです。まあ、逆に言えば具体的な証明というのは N 項述語の FGH といった記号を置き換えて得られるというふうに考えれば良いわけですので、ここではその特定の証明に依存しない普遍的な性質について議論していくのだというように理解してもらえればと思います。次に論理式の集合についてお話します。 5.2.2 節の内容になります。一回述語論理の統合論、すなわち論理式の定義というのは、実は二段構えで行えます。まず記号があるわけなんですが、ここからダイレクトに論理式の集合が定義されるのではなく、まず項というものが定義されます。それから項の定義を用いて基本述語といったものが定義されて、それらから論理式というものが定義されるという段階を踏みます。正式な定義をする前に項とは何かということをお話しすると、これはものを表す表現だというふうに思ってもらえればと思います。それに対して論理式は命題を表しているわけですから、別の言い方をするとこれはことを表しているというような理解の仕方もできます。命題論理の範囲ではことを表す表現しか存在しなかったわけです。かつとかまたはといった心理関数もこと間の関係を表すものに限定されていたわけです。ところが一回述語論理では死語述語のような形で分離しますので、それは基本命題をものと述語に分離するということに相当します。したがってまずものを表す表現というのを定義する必要があって、それを一回述語論理では項と呼びます。英語ではタームというふうに言うんですけれども、定義 5.5 を見てみたいと思います。一回述語論理の項とは何かというと、記号が与えられていると仮定しますと、項の集合というのは以下の4つの規則、1,2,3,4 つの規則によって定義されます。1番目から見ていきたいと思います。まず1番目として、アルファというものがもし名前であるならば、まあ、これはあの記号のところで名前となっていたものですけれども、アルファはこうである。したがって、まあ、この
項の集合というものの中に名前の集合がそっくりそのまま収まるということになります。次に具材が変更であるならば具材もやはり項であると。変更についても記号の中で導入されたものです。したがってその変更の集合というものが項の集合の中にそっくりそのまま含まれます。3つ目ちょっとややこしく見えますけれども、オミクロンが N 項演算子であり、そしてタウ1からタウ N がそれぞれ項ならば、つまり N 個の項というものがあるとしたら、オミクロンの直後にタウ1からタウ N からなる項の N 個組を並べたものというのは項になります。この3番目の定義は再帰的な定義になっているということに注意する必要があります。つまりこの項のところですけれども、ここには名前が現れることもできるし変更が現れることもできるんですけれども、3番目の規則によって作られた N 項演算子プラス項の N 項組、それも項ですから、それがこの R1 から Rn のいずれかの位置に現れるということもできますので、次々と埋め込んでいって複雑な項を作るということができるようになっているわけです。例えば先ほどちらっと言いましたけど、なんとかの事情というのは1項の演算子なんですけれども、2の事情というのは一つの項ですし、それを埋め込んでさらにそれの事情というのも項ですし、それの事情というのも項だということがわかります。したがって3番目の規則によって項の集合というのも、またもし名前か変更が一つ以上存在していて1項演算子が一つでもあれば、項の集合というのは加算無限集合になるということがわかるかと思います。そして4番目ですけれども、これは命題論理における命題の集合の時にもあった正し書きですけれども、この4番目があることによって1から3以外は項ではないということが保証されます。つまり余計なものが項の集合の中に含まれているという可能性を排除したわけです。そしてここでも命題論理の論理式の定義と同様に、項というものがあればそれは1番か2番か3番かのいずれかの規則によって生成されたものであると仮定することもできます。N 項演算子の中で特に2項演算子に関しては中置記号を用いる場合もよくあります。例えば、タウ1たすタウ2というのは中置記号ですけれども、2項演算子の本来の定義、つまり定義 5.5 の3番目に従うと演算子の後に N 個組を書くわけですから、このように書くというのが定義通りですけれども、下方演算子に中置記号を定義してあげるというようなことをして中置記号で用いることができるようにするとします。掛け算も同様です。2項演算子ですので定義に従えばこう書くわけですけれども、定義してやることによって中置記号を認めます。定義 5.8 です。これでいよいよ1回述語論理の論理式を定義することができます。定義 5.8 を見てみることにしましょう。1回述語論理の記号が与えられているものとします。そして定義 5.5 で項の集合は与えられているものとします。論理式を構成する規則が4つあります。1つ目ですけれども、シータが N 項述語であるとします。 N 項述語の定義は記号の中で導入されています。そしてタウ1からタウ N が N 項の項であると仮定します。そうすると N 項述語シータの後にタウ1からタウ N からなる項の N 項組が項属した場合、これは論理式であるというふうに考えます。この1番目の規則によって生成された論理式のことを基本述語、アトミックプレディケットと呼びます。この基本述語の形式は N 項演算子の項分との区別に注意する必要があります。 N 項演算子の時はこういう形式をしていたわけなんですけれども、確かにこの部分は共通するわけです。しかしながら N 項演算子の場合は N 項の項を取って項を返すのに対して、 N 項述語の場合は同じく N 個の項を取りますが論理式を返すという点に注意をします。つまりこちらの形式は全体としてものを表すわけですけれども、こちらの形式は全体としてことを表しているという区別に注意する必要があります。次に2番は、これは命題論理の論理式の定義の2番目と全く同じです。ローが N 個心理関数でありファイ1からファイ N が論理式であるならば、ローの直後に φ1 から φn からなる N 個組、つまり論理式の N 個組が後続する形というのは論理式になります。2番目の規則によって生成された論理式を
命題論理の時と同様複合論理式と呼びます。3番目の規則は具材が変更であり、ファイが論理式であるとします。その時に、この前象記号の後に具材ファイと並ぶ形式、そして存在記号の後に具材ファイと並ぶ形式はいずれも論理式であるというように定義されます。この形の論理式を量化論理式、quantified proposition と呼びます。まあ、特にこれらのうち、前象の具材ファイを前象量化論理式、存在の具材ファイの方を存在量化論理式と呼びます。